夜空に輝く天の川のほとりに天帝の娘で織姫と呼ばれる、それはそれは美しい天女が住んでおりました。織姫は天帝の言うことをよく守り、毎日旗織りを頑張っていました。天帝は娘の働きぶりに感心していましたが、年頃の娘なのにお化粧一つせず恋をする暇もない娘をかわいそうに思い、天の川の西に住んでいる働き者の彦星という牛飼いの青年と結婚させることにしました。こうして織姫と彦星の二人は新しい生活を始めました。しかし結婚してからの二人は暮らしに夢中で毎日はしゃぎ回ってばかり、旗織りをすっかりやめてしまったのです。働かなくなった二人を見て天帝はすっかり怒ってしまい、二人のところへ行くと、織姫よ、旗を織ることが天職であることを忘れてしまったのか。遊んでばかりの二人をいつまでも放っておくわけにはいかない。再び天の川の岸辺に戻って旗織りに精を出しなさい。心を入れ替えて一生懸命仕事をするなら年に一度7月7日の夜に彦星と会うことを許してやろうと言いました。織姫は彦星と離れて暮らすのがとても辛く、涙に暮れるばかりでしたが、父天帝に背くこともできず彦星に別れを告げると天の川の東に帰っていきました。それ以来自分の行いを反省した織姫は年に一度も彦星との再会を励みに、以前のように旗織りに精を出すようになりました。彦星ももちろん思いは同じ。働いて働いて7月7日を待ちましたとさ。